さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、琉球大学行ってみたいと思います。今日の長文の全体像ですが、段落8個ありましてですね。で、設問は皆さん5種類ございます。で、皆さん、内容1問題はですね、私立の問題と、やり方被ります。重複いたしますので、琉球大学ならではということを考えると、この問いの1、2、3、5番ですね。合計6問ございますが、これを皆さん、扱うと、勉強になるんじゃないかなというところでございますので、頑張っていきましょう。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。一読をお願いいたします。さあ皆さん、要約問題でございます。皆さん、要約と言われたら、本文の全体の内容を読んでから、普通は解くというようなイメージをお持ちかもしれませんが、皆さん、第一段落をもう読んだ段階でですね、解けるというのも皆さん一つ現実でございます。これ皆さん、琉球大学に限ったことではないですからね。ですから、皆さん、第一段落の内容と皆さん合致するものを選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントになりそうなところにですね、ちょっと皆さん、線を引っ張ってみました。ここと、皆さん、選択肢見比べて、検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん意味内容上はですね、例えばこの辺りからいきましょうかね。皆さん、最初に生まれた時から、まあ、だいたい2、3年ですよね。その2年、3年の中で、ハングリーハウスホールドということでございますから、まあ、お腹ペコペコの状態での家庭ということです。ですから、ちょっと、まあ、食料不足に悩んでる家庭ですかね。まあ、そこで育ってしまうと、can hurt how well a child performs, ということで、まあ、後の学業生活ですね。それに悪い影響をなんか支障を与えてしまうと、そういうような内容が書かれておりますので、これで皆さん選択しいけそうですね。で、皆さんダメそうなところに皆さん×を打ってみました。さあ、この×打ったところはさすがに本文中書いてないですよね。ですから正解はうということでよろしいかと思います。皆さん、最初の数年ですよね、にそのハンガーで苦しんでいる子どもたちっていうのが、クラスメイツからもまあちょっと劣ってしてしまうと、遅れを取ってしまうんでしょうね、というところが皆さん本文と合致するかと思います。で、もちろん最初の数年の話がこのあたりですよね。で、ハングリーということがまずこのあたりに対応するかと思います。で、もちろん、クラスメートから遅れを取る話は、このあたりというところで、皆さん、言い換え可能ですよね。で、皆さん、もちろんヒントとしたところは、このあたりですね。前置詞の右側。もしくは、このあたりだったら、助動詞の右側ですよね。こういったところが根拠となって、情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、この後考えていただきたいのは、この下線部 A でございます。皆さん、この問いの3番ですよね。で、皆さん、下線部1番とか2番は、これは後で解きますので、ひとまず、この下線部 A ですね。この指示をお読みいただいて考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、該当箇所ですが、皆さん、these children と書いておりますので、皆さん、直前の子供たちですよね。ですから、皆さん、この下線部引っ張ったところに、皆さん、ちゃんと children ですね。まあ、1万700人のということですので、皆さん、該当箇所、答えとなってくる場所は、この下線部引っ張ったところでよろしいかと思います。ですから、皆さん、正解は、2000年に、低所得者層の家庭の中で生まれた約1万700人の子供たちというふうに書いていただけるとバッチリです。
さみさん、先ほどの段落の続きでございます。さん、この段落終わった後に下線部 1,2,3 の単語の問題いきますね。さみさん、続いて単語の問題でございます。下線部1と下線部2ですね。皆さん、選択肢眺めていただいて、皆さんも答え出していただいて OK です。で、皆さん、下線部1番コリーグは同僚でございますので、絵が正解ですね。で、2番のコンダクトは実行する、行うということですから、キャリードアウト、E が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、下線部3、アセスですね。選択肢の中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もちろんアセス、評価するということでございますので、エバリュエイトですね。うが正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。一読をお願いいたします。さあ、皆さん、ラストの問題でございます。この空欄 A のところにですね、この選択肢3つの中から適切なものを1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、まず1つ目のヒントでございますが、空欄 A の左側の文章中にはですね、2歳の時とか、もしくはプレスクールですよね。スクールの前の時代の話がしっかり書いております。そして、クラ A を挟むとですね、今度はナーサリースクール中ですね。まあ、保育園に入った時。こっちもそうですね。ではナーサリースクールクラスルームズということでございますので、いけそうですかね。スクールの前の話と、実際にスクールに入った後の話ですよね。で、皆さん、もう一つのヒントはですね、この二重防線部のところでございますが、皆さん、空欄 A の後はですね、つまりナースリースクールの時には食べ物にありつける可能性が高まってますよね。これもヒントになるかと思います。ですから、正解は、あということでよろしいかと思います。まず、先頭、バットがありますけども、もちろんこれはクーラー A の手前、プレスクールの時代。で、クーラー A の後ろですね、ナースリースクールの時代。で、これが対比関係でございますので、これで皆さん、バットにつながりますよね。そして、アーリアエイジーズ、この一つの防線部ですけども、これが、エイジ2とか、プレスクールの時代というところで、皆さん、これもちゃんとつながってくれます。そして、皆さん、ナースリースクールに入った時には、フードへのアクセスがしやすくなっている。ということは、これですね、食べ物の不足から、幾分ウィーカー、弱まっているということでもバッチリです。で、皆さん、ヒントにしているところですが、例えば前置詞の右側ですよね。そして、これもアット前置詞の右側。そして、皆さん、この波線のところは接一般動詞の右側ですよね。で、この二重防線のところは B 動詞の右側。そして、前置詞の右側ということです。これで大丈夫ですよね。情報構造バッチリです。皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、ご覧いただいてお分かりいただいたかと思いますが、皆さん、次第型ですよね。このあたりマーク式の問題のレベルはですね、やはりカンカン同率の問題で練習しておくとですね、非常にいい練習になるんじゃないかなという感じがいたします。だから、レベル的にもやっぱりこのラインをさばけるぐらいになっておくとですね、試験本番中琉球大学は大丈夫かなという感じがいたします。そして、皆さん、技術説明ですね。技術式の練習の場。まあ、もちろん、琉球大学の過去も皆さんやるかと思いますが、このヤナッチとスタディですね。で、この国公立の対策動画を随時上げていきますので、ちょっと皆さん、うまいことをなるべく活用していただけるとですね、プラスに働くんじゃないかなという感じがしますので、もちろんそれをプラスになるようにですね、こちらも問題を選んでいきますので、ご活用よろしくお願いいたします。いけますかね。では、明日以降もよろしくお願いいたします。